おはようございます、しょぼうです。今回はシステム手帳の最近ということで、今使っているシステム手帳の最近の様子をお話ししたいと思います。今使っているのはミニ6と M5 スクエアです。だいぶ気に入って使っておりまして、動画にはあまり出てこないんですけれども、気に入って使っておりまして、もう久しぶりにね、システム手帳のお話をしようと思っております。今困っているのはこの2つのシステム手帳が特殊なサイズなもので、ストックどうしようかなっていうのと、あと使い終わったリフィルの保存方法を M5 スクエアの方でちょっと悩んでおりまして、そのあたりのお話をしていきます。ピョコ。今使っているシステム手帳はシルハさんのミニ6、それからプロッターの M5 スクエア、このね2冊です。まずミニ6の方から見ていきたいと思います。はい、こちらのシンプルな作りのシルハ手帳ミニ6サイズ、こちらの手帳ね、この裏側にもポケットとか何もなくて、とてもシンプルな作りをしております。そこに手作りのプラ板で切った、インデックス代わりのものを入れておりまして、これは、ね、厚紙の方で色つけているものとセットで、頭のこれはね、特にこの2つ止めておりませんで、バラバラでめくるんですけれども、真ん中のこの辺、これね、もう一個、3枚入ってるんですが、この辺はこのインデックスでひとまとめにして使ってます。はじめね、バラバラで作ってこう背景変わるのいいなと思ってたんですけど、2枚めくるのが面倒だったので、インデックスで一つにして使っております。で、一番最初インデックス使ってないので止めてないって感じですかね。で、内容、何に使っているかというと、これね特に何でもありません。大好きな仮面ライダーのセリフを、これまた大好きな添え文線に穴を開けて入れております。なんかね、ここに名言とか書こうと思ったんですけど、なんかどれもしっくりこなくて、一番好きなですね、通りすがりの仮面ライダーだ、覚えておけをね、書いております。意味はありません。そして用例最終帳、気になった言葉、調べた言葉があったらここに記録しておく、それで語彙を増やしましょうということでリフィル入れております。これちょっと失敗してね、片側だけのつもりが裏表で印刷しちゃったものとかも入ってますが、これは自作ですね。自作のリフィルを入れて、そして2つ目の仕切りは、これまた自作リフィルでアイデアを書き出す、アイデアリストって、ね、書いてありますけど、アイデアリストを作って、これはね、今ねちょっとこう細かすぎるので半分ぐらいにしようかと思って検討しているところなんですが、これを書いています。そして3つ目はね、西新井のホームのラーメンとか書いてますけど、ここは本当にいろんなメモですね。あとテストしたり、本当にこういうメモをしていたり、スタンプのサイズ感見るためのものをね、テストで印刷したんですけど、これこのまま何も使わないのもったいないので、メモ帳に使おうかなと思って入れてあります。それからまるっきり何もない無地のリフィルが入っていて、そして最後ちょっと仕切りないんですけど、マンスリーが入ってます。後ろの方をめくりますと、マンスリーね、縦並び横書きのマンスリーが入ってます。で、これなんでこんな順番なのかっていうとですね、このシステム手帳、細いダヴィンチのジャストリフィルサイズのリフィルが合う手帳になってるんですね。なのでアシュフォードさんのマンスリーは幅が6ミリかな、広いので、最初ね先頭に持ってきてたんですけど、めくりにくかったので最後に持ってきています。でね、これが今問題になってきてるわけですけれども、よくあるリフィルサイズではギリギリなんですよね。しっかり収まるサイズだと
狭いものを選ばなくちゃいけないっていうことで、これがリビルのストックと、まあ、あとバリエーションですよね。バリエーションに関わってきて、今どうしようかなって思っている感じ。まあ、現状はこんな使い方をしていますということで、真ん中ここだ。シルハさんのミニ6は今こんな使い方をしています。で、これ今途中ね、メモのところは書いているものありましたけど、ここのアイデアリスト、ここ何にも書いてないじゃないですか。で、使ってないのかって言えばそういうことではなくて、アイデアメモはねかなりしてます。ただこうアイデアを使いたい時っていうか、こう参照したい時に、持ち歩きのバッグに入っている持ち歩きの手帳を1回ごとに出すのが面倒になったので、アイデアが溜まってもうここから先書くんじゃなくて参照ってなったら、それはもう抜き出して今ですね、このアイディアとメモのノートに貼り付けてます。こんな感じね、こんな感じでまあ貼り付けたものをまた貼り付けてたりするんですけど、こんな感じでもういっぱいになったものはもう片面でね、いっぱいになったものはアイディアのストックノートに入れるようにしているので、こちらのミニ6は常にとか書きかけの部分はね残してありますけど、いっぱいになったらもう外すという感じで、参照用にはもうこのシステム手帳なのにですけど、参照用には使わないということにしました。マンスリーは出歩いてるときに参照しますけれども、別に家では書き写すだけっていう感じで、なるべくねこれを家で出し入れしないのが面倒じゃなくていいなって思っていて、書いたら写す、だからほとんど使ってないように見えるような構成になってます。私のミニ6の現在の使い方でした。続いて M5 スクエア、これはミニ6より出番は少ないです。たまに散歩の時にトラベラーズノートと一緒に持ち歩いて、トラベラーズノートじゃなくてこっちに書きたいなって思った時、まあこう持っていく時点でそう思っているんですけど、その時に書くようなもの、あとスタンプをしたりとかねする時用に使っています。でこれ、M5 にぴったりな紙を見つけてきて、穴開けて入れていたりして、これもまだあまり使ってないですけども、M5 スクエアは何に使っているかっていうと、主にまあスタンプ、これね一日都内を回っていろいろな駅でスタンプをしてきたんですけど、こんな感じで使ってまして、これがねまあすごいパンパンなんですよ。ほぼ最後までかな、ここまで、この枚数スタンプが押してありまして、もうこれ外しちゃっていいんですけど、ちょっとねこの残りっていうのがあって、それ終わるまでここに入れとこうかなというので、ちょっとどうしようかなってなってます。その他は、まあ、ちょっとねいろいろリフィルいただき物とか入れてまして、ドヤカフェした時ね、ドヤカフェした時の記録だから、先ほど言いましたように今日はこっちだな、トラベラーズノートじゃないなって思った時に書いてますね。これはでも2箇所かな、2箇所分で、あとちょっと試しにリフィルで遊んだり、これ使い始めた時にね散歩のみたらし団子食べたって記録だったり、イベント参加した時の記録が書いてあります。あとちょっとこの動画のネタ的に入れてるものがあって、で青のリフィルはねまだちょっと使いどころがわからないかな、ひとまず入れてあります。こんな M5 スクエア、もう本当に簡単な使い方をしておりまして、ちょっと映ってなかったですね、危ない。でこちらの問題はこれを外した後どうするかなんですよ。 M5 のストック用のバインダーってないですよね。まあそのもう一冊ね M5 スクエアのシステム手帳を買えばっていうのはあるんですけど、たくさん閉じておけるものがない
ていうことで、今こちらのミニ録、いつもはこうね、ちょっとミニ録の日記をストックしているもの、書き込みたくなる計画帳をね今入れていて、あとはちょっとね、この先ほどお見せしたアイデアノートを作る前のアイデアはここに入ってたりとかするんですけれども、 M5 のピッチまるっきり一緒なので、ここに入れようかなって思ってはいるんですけれども、ちょっとこれね邪魔なので今は邪魔なので外しますけど、これを入れてみる、入れてみたいと思いますけど、全部じゃなくていいか、ちょっとこのくらい入れてみましょうか。こう入れてストックしておきたいのですが、出ちゃうんですよね。まあもう知ってる人もいらっしゃったとは思いますけれども、出ちゃうんですよ。これでね、そのどこにストックするのこれっていう問題がね解決できない。もしかしたらバイブルのこういうストック用のバインダーだったらここ3つだけで入る。ちょっとねごめんなさいね、あのシステム手帳に詳しくないもので特に調べてもいないんですけど、のかな、ストックどうしようかなって思っております。ここが長いね、ストック用ちょっと大きめのミニ6のストックバインダーみたいのだったら入る商品があるのかもなって思いながら、これ今一番困ってますね、一番困ってます。あとそのこれだけ使っているとですね、この M5 スクエアのリフィルがもうほぼほぼ一冊終わるんですよ。もうほとんどスタンプで終わるんですが、これのねリフィルを買い足すのを一冊だけ発注するのかね、その辺で売ってないのでイベントで今後手に入るのかで買うの、ストックどのくらい取るのかっていうのを迷ってます。本当ね、あの使っているシステム手帳がどちらも特殊サイズ、まあそのミニ6はそれほど特殊っていうほどでもないですし、普通のリフィルも入るは入るんですけど、ちょっとねサイズ的に特殊な2つなので困ってますね。これ本当はあの無地のリフィルを買ってね、今無地のリフィルを買って、あこういうシールも入っ閉じてますけど、無地のリフィルを買って、でこれにね自分で印刷してるものを使っているんですけど、これね自分で作ったものってちょっと飽きるんですよね他の人が作ったリフィル使いたい、なんていうかそのいつもの自分しかいなくて面白みに欠けるってやつですかね。たまには違うもの、たまにじゃないな、なんとなくこう選択肢多くなっててほしいなと。自分が作るリフィルの種類、まあちょっと限界あるので、全種類その作れるならいいんですよ。その時あんまり興味がないリフィルも後で欲しくなったりとかってなって、その時に一から作るんじゃなくてこう取り出せるようなね、ことになってればいいんですけど、そういうね、やっぱり興味がないもの作れないので、興味が出てから作るってなると面倒に感じたりとかするので、やっぱりそのこの横幅76ミリのリフィル、いろいろなフォーマットで出てくれないかなと思いつつですね、 M5 スクエアも同じですね。もっと M5 スクエア盛り上がっていろいろなリフィルができてくれたらな、そしたら楽しくて楽なのになって思っている今日この頃です。あと M5 のストックバインダープロッタさんよろしくお願いします。もうあるんでしたっけ、ないですよね。ピョコ。ということで今回はシステム手帳のお話をしてきました。
来年の手帳どうする話多い感じなんですけど、この2つのシステム手帳は今まで通り、来年も持ち歩き手帳としてミニロック、それからお出かけの時にたまに出動する M5、 このスタンス変えずに使っていきたいと思います。なんかね、程よくハマってるんですよね、その私の生活に。ミニロックは持ち歩き手帳としても抜群の大きさをしていて、これはもう本当に自然に使っていて、毎日持ち歩いて、毎日書くわけじゃないですけど、毎日持ち歩いていて違和感なくて、で M5 スクエアの方なんですけど、たまにしか持ち歩かないってね、さっきからお話ししてますけど、でもあ、 M5 に書こうって思うんですよね。完全放置じゃないんですよ。なんか、ああ M5 書こうって思うんですね。でこの大きさ本当に気に入ってまして、他の手帳を使ってなかったらね、私いろいろな手帳を使いたいので、その順番としてたまたまこういうところでね使うみたいになってるんですけど、これ普通にメイン手帳にしても多分私使えるんじゃないかなっていう感じで、すごく好きな手帳です。だからね、逆にこう放っておいてもたまに書きたくなるという立場になっていて、なんか言ってることとやってることが違うんじゃないかって言われるとね、いやいやそんなことなくって、気に入ってるからこそたまにでもちゃんと思い出して書きたくなるっていうのはこの M5 なんですよね。システム手帳使えない使えないって言ってたのが自然に使えるようになっていて、とても面白く感じております。あとは何度も言ってますけど、この2つの形のリフィルがいろいろなものがね出てきたらいいのになって、あ、アクセサリーもね、アクセサリーもって思う感じですかね。ということで、この2つの手帳の今後の発展を記念しながら、今回は終わりにしたいと思います。このチャンネルではこういった私の手帳のお話、購入品紹介、文房具レビューなどをしております。これからも話を聞いてやってもいいよって思われた方は、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてサブチャンネルとサードチャンネルもやっております。サブチャンネルでは文房具に関する非常に細かいどうでもいいお話、文房具ある生活のお話、それからトラベラーズノートのお話をしております。サードチャンネルでは手帳を持って散歩に出かける、旅行に出かけるといったテーマでお話をしております。サブチャンネルもサードチャンネルもぜひご視聴ください。またツイッター、インスタグラムをやっております。ハッシュタグしょぼーず、ひらがなでしょぼーずで視聴者の皆さんが交流されてます。概要欄にサブチャンネル、サードチャンネルと合わせてリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。それでは最後までお付き合いありがとうございました。以上、しょぼーでした。ではまた。